オルバたちが教えてくれた通り、今はベル一人だけ監視するよ、ベル。アイズさんが一人だけ僕に。まずい、やられた。アイズさんだけで僕を完全に抑え込むつもりだ。神様、アイズさんが僕のところに。振り切れません。一体どうすれば。わやっほ。ナーザさん、どうしてここに。ベルたちを助けるためかな。事情は知らないけどさ、どうせまた女の子のお尻を追いかけ回して厄介事に巻き込まれてるんでしょ。違う、もしかして違わない？ビーレのことを追ってって意味だと。分かってる。それにこれはミヤハ様のご指示だから、ベルを何も聞かず助けてやってくれって竹三日月様のところも来てるんじゃないかな。ミヤハ様たちが。うん、ヘルメス様がベルたちがダイダロス通りに行ったって教えているらしいし、それに私もベルのことを助けてあげたいしね。ベルは泣き虫だね。ごめんなさい。よしよし。女の人、シアンスロープ、撫でられてる。じで、することある？ダフネとカサンドラはいなくなっちゃって私だけなんだけど。それじゃ。わかった、ベル、今度いっぱいポーション買ってくれなきゃダメだよ。はい、ありがとうございます、ナーザさん。ベル、さっきのシアンスロープの人に何かを渡してた。でも、どっちも見張れない。ラウルたちに伝えた方がいいかな。ナーザさんに手を貸してもらえるのはかなり大きい。とりあえず神様たちに連絡を。ベルクラネル、だが、アイシャさん、なんだいその悲鳴は。まるでモンスターに会ったみたいに、私をあの引きガールと勘違いしてないかい？ごめんなさい。リュウさんも。どうもクラネルさん。ですが、
どうか私の名前は叫ばないようお願いします。すいません。でもどうしてここに。アンドロメダから事情は全て聞きました。その上であなたたちを助けに。言ってなかったけど、私はヘルメスファミリアの一員になってね。拒否権なんてないのさ。またヘルメス様が本当に力を貸してくれているんだ。アンドロメダからの依頼はありますが。そっちは私一人で片付けといてやるよ。何かやってほしいことがあるなら言っておきな。あ、はい。それじゃあ。それはまた難題ですね。あんた、とんでもないこと言うね。ごめんなさい。時間を少し稼いでもらうだけでもいいんですけど、無理ですかね。いえ、やりましょう。それがあなたの望むことなら全力を尽くします。龍さん、ごめんなさい。ありがとうございます。本当にあんたは厄介元に巻き込まれるね。いや、自分から首を突っ込んでいるのか。これが終わったらちゃんと見返りをいただきたいもんだよ。触れるな。以前私はそう告げたはずですが。龍さん。クラネルさんを離せ。でなければ先にあなたを叩きのめす。やってみなよ。こっちも何度も獲物をお預けされて黙っていられるたちじゃないんだ。なんで一触即発になってるんですか。協力してくれるじゃなかったんですか。周りの冒険者からなぜか殺気が込められた目で見られてるし。今僕ってあの人に監視されてるんじゃ。アイズさん、めちゃくちゃこっち見てる。また女の人。アマゾネスの人と誰だろう。抱きしめられてる。じまずいまずいまずい。今すぐ駆け寄ってアイズさんに釈明に行きたい。これも僕を弱らせる策略なんですか、兄さん。上等だよ。来な、向こうで決着をつけてやる。こちらのセリフだ。シルのためにあなたを成敗する。医者さんたちも行っちゃったし、どうなるんだこれから。いろんな意味で。とにかく何かまだ嫌な予感がするから、人気のない場所に行った方が。いた、ベル君。てぎゃあ、エイナさん。やっと見つけた。ずっと探してたんだから。どうしてここに。
君がダイダロスドールに行ったって聞いたの。いつまで経っても来ないから私の方から来たんだよ。え、ごめんなさい。なんかそのエイナさんに合わせる顔がなくて気まずくて。そうだよね、ベル君はそういう子だよね。私がびっくりするくらいすごくなっても弱虫で育児なしだもんね。でもさ、一度くらい顔を出したり連絡くらいはしてくれてもいいんじゃないかな。すいません。私って君にとって都合のいい女だったんだね。エイナさん、エイナさん、その言葉誤解を招きますから。またまた女の人、女の人ばっかり。都合のいい女。聞きたいこと全部話してくれるまで話せないから。じゃあ抱きつかないで。やめてください。ベルって不良なの？違うんです！